これからレースがありますので、はい、展開予想予想していきたいと思いましょう。はい、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 皆さん先ほどの買う時のポイントなどを挙げていただきましたが、はい、展開などを考える際のポイントはありますか？展開はそうですね、やっぱり特に今回その川崎7社のレースでね、はい、この7社だったんで結構もうこの車番だったりこのスタートの位置も、ね、うん、今の競輪ってものすごく大事になってくるんで、うん、そのライン構成、そのなんだろうな、一番車にいる人とかこの、ね、内側の枠にいる人の方がこの前を取りやすい、スタートで前に出やすいっていうのもあるんで、そこら辺もちょっと考えてこう組み立てていった方がいいかなと思いますね。はい、今回は3人にも展開で考えていただいて、はい、いただきたいと思います、はい、ではここでレースのメンバーを見てみましょう。はい、はい、では、はい、レースのメンバーこの感じ今あなんかね、何も聞こえないですけど、なんだろう、でも気のせいかな、気のせいですね、はい、ではじゃあ3人にはそれぞれ展開&回目を考えていきます。はい、考えていただくときも出したんですか？はい、ん？しばらくさっきのバイオリーの展開と予想を考えていきましょう。はい、はい、では行きますか。はい、はい、ここはじゃあまずは人気の選手だとここから売れているのはまずオッズを見ますね。はい、はい、今日はじゃあ2車単とかでやっぱ当てていきたいので2車単で狙っていきますか。はい、はいはい、まず人気だとここは1番人気で3番7番でもう 1.5 倍、もう3番1番で 7.1 倍、これも見てもらって分かるんですけど結構佐々木選手、3番の佐々木選手が結構頭が多いですね。もう全部そうですね、人気はほぼほぼ中盤ぐらいまでほぼほぼそうだね。かわした藤原選手のかわしの73が 21.7 倍で、そう、2車単で21倍は結構大きい。すごいですね。で佐々木選手はこの専門誌見ても青木さん見てもらうと分かるんだけど、成績で見ると前回伊藤のミッドナイトでここ完全優勝してるんですよ。でこの子123期でルーキーの選手なんですけど、3場所連続完全優勝すると A 級って言ってこれ今チャレンジでなんだけど A 級に勝ち上がれる昇格特別賞、特別賞、9連勝するとそう上にそう上のクラスに上がれるっていう、まあ、それができるぐらいの選手っていうね、この新聞見てもこの成績見てもね、やっぱりほとんど1着1着そうです、うん、で昨日もやっぱ1着、うん、ってことはやっぱりね、特別賞判したいじゃないですか、うん、もう気持ち的に気持ち的には、うん、そうですってなるとやっぱここもね、直近の成績見てもらっても分かるけど2日目の成績がここなんですけど、はい、もうほとんど準決勝が1着、うん、はい、負けてないよ、負けてない、うん、今日も準決勝、はい、さあ皆さんどうするか、どう狙ってるのか、そうです、逆ですね、うん、佐々木選手の番手の藤原選手のちょっとあれを見ていいですか、基本情報7番の藤原選手は、差し足も5回あるので差しがあるってことは最後にかわして1着になってるとか、うん、そういうのがあるので縦足っていうか縦に伸びるのもやっぱあるので、うん、はい、そういうのも見ていくといいと思います。身長180センチってすごく背が高くないですか、うん、経理いや、そこで、すみません、こんな顔しました。何を言ってるんだみたいな顔してない。いやいや、高い高いと思います。競輪選手の中で、選手、まあそうですね、はい。そうですね、高いと思います。普通に考えても高いなんですけど。そうですよね。結構ね、競輪の選手って身長が高い方があまり。いないイメージですか？いない。結構、あら、そうですか。結構普通のスポーツの世界と同じぐらいだとは僕は思ってたんですけど、じゃあそうかな、たまたまだったの、あ、本当だ、
じゃあ、あまり。まあ、おそらくそうです。あ、でもこう言ってるとそうですね、180センチ。私は初めて見ました、180センチ。初めて、そうですね、そんなに身長、うん、私もちょっとあんま身長見てなかったです。身長言われるとそうですね。なんかあの最初のスタートラインに立った時の雰囲気とかで、あんまり大きくないかなっていうか、発表前のかなっていうイメージが勝手にあって、うん、なんで、はいはいはい、まあでもそうでもないみたいです。ちょっと今度検証しましょう。それね、そうですね。ね、次の議題で、ね、はい、これ、ね、検証しましょう。うん、はい、はい、また、また。今回新しい企画がいっぱい増えた。初期、初期巡りのね、あの、そうだ、権威場巡りとか、いろいろ出来上がって。楽しみつけどころがね、比較できるように目で挨拶した気分。素晴らしいと思います。お願いします。そうか、あんま身長気にしなかった。でもそうですね、身長ね、ですね、ね、長谷川さんだとどこから狙ってますか。ちょっとこのレース見るともうね、うん、このチャレンジの準決でこのレースってこの、まあ、チャレンジのメイン競争だから一番この軸がしっかりしてる人を、ね、入れる、普通ならね、あれだと、やっぱ佐々木選手ちょっと負けるのは考えにくいかなっていう感じなんで、結構ね、最初はこの展開だったり軸がどうとか言っときながら、もうどうなっても勝っちゃうよなっていう感じがちょっとね、しちゃいますよね。だからちょっとこれね、この2着とか3着ぐらいだと。あ、確かに、そこで普通に考えればね、はいはい、そうですよね、うん、みんな気になってる選手はいますか、みなとちゃんは。あの、この得点が佐々木選手79点なんですが、そうですね、その次が72の7番の藤原選手、うん、はい、この差で、まあ結構あるかなって感じですかね。競争得点、競争得点もそうですね。ちなみにこの、ちなみにこっちの上がこの4ヶ月の得点で、今期の最近の下の今期得点、ここだ、3番目のところが今季得点が載ってて、はい、佐々木選手が 79.13、はい、で藤原選手は今季は 69.8、 ちょっとそう、いつもよりは低い、ちょっとさ、じゃあマイチーちゃんはどこ狙ってますか、どの選手。でももうさっきのお話を聞いた感じで、一着はもう佐々木選手でちょっと固定したいなという気持ちが強いですね。だからもうそれこそ2着にどの選手が来るのかっていうのを今どうしようかなって考えてます。おマイプーさんは。え、私結構オッズを見て人気なところをちゃうタイプ。おってことは逆、ナミちゃんの時穴とかよりもうなんかそう、はいはいはい、なんです。だからもう371っていう感じで、三連単の、はい、一番人気の、はい、多分一番人気三連単も371だと思う。ここだと37で 1.5 倍。はい。うん、圧倒的に人気ですね。もしこの買い目ができたら全然出してくださいね。はい。はい、はい、皆さん出来上がりましたか。できました。はい、ました。はい、はい、じゃあまずは私から、はい、いいですか。お願いします。ではじゃあ私から満席ハンターとしてなっているので、私はもうここは一言言うんですけど硬いと思いますが、だけども穴目を狙うとしたらですけど、はい、最終周回ジャンガラってからですね、やっぱり佐々木選手は今回はまくりの決まり手もあるのでまくりだと思うんですよ。でも佐々木選手をやっぱ不発にする展開になると、まくりを不発にさせたいってなると、4番の門口選手が逃げ足が7回あるんで、門口選手が先行するのかなと思って、でもやっぱりその位置に3番の佐々木選手がここにこうなってる展開だと一気にまくられちゃうので、そうなると6番の加賀美選手が中段にいたら面白いなと思います。で2442でこう逃げて先行した時に615でこっちの3の佐々木選手が一気にまくろうとしたところに、加賀美選手のラインが一緒に合わせきるっていうか、一緒に出るとした時に一緒にドンと出た時の展開で考えたんですけど、その展開になるとしたらこちらの
はい、点数は多いんですけど、こうなると加賀美選手のライン1661、ここはしっかり1番の本間選手もついていくと思うので、中段からのやっぱりまくりになると6116があり、そこから4番の門口選手はやっぱりここちょっと直線が長いって初めにバンク特徴で言ってたんですけど、ってことは最後にやっぱちょっと足使って垂れちゃうかなと思ったので、この2番の番手の山崎選手も入れての2着に126、そして3着はここは13456とちょっとこの門口選手も残してるの、あとは3番手の斉藤選手、16の3番手の斉藤選手と、最後にはやっぱ佐々木選手はやっぱり足があるので追い込みで伸びてくるで3着に佐々木選手をした展開にしました。はい、これはもう本当に大穴狙いです。すごい大穴狙い、はい、でオッズはすごいと思います。800、これ165だと224倍とか、625、そうです、10万以上も10万で625だと思う、10万だと思う、もうあります、625もありますし、っていう展開にしました。はい、私は、はい、すごい素晴らしい、もう本当に不発にさせる展開だと、もうこのまま合わせてこうなっちゃったらあれですけど、はい、でも、まあ、夏になるなら、まあ、この展開って確かになるなら夢の展開です。はい、じゃあまずはトヨタさんからいきたい、行こう。はい、私は2車単が3147と3連複が347と137、うんうん、で、3連単が3714です。なるほど、なるほど、もう軸は佐々木選手で、はい、だとじゃあダブル、トリプルもありそうですよね。あ、ねえ、確かに3連単ですね、と、メオも371が来るとトリプルで、そうですね、ねえ、そうですね、2車単も3連単も371、374とかは、うん、そうですね、いい狙いです、はい、じゃあ、次、マイチーちゃん、はい、はい、私は、じゃあ、こんな感じです。2車単で、1着に3番の佐々木選手がいて、その2着にちょっと流しで3000で、予想し上げてもらったのと、うん、あと3連単で、1着に佐々木選手で、7番の藤原選手が3着で、間にちょっとごちゃごちゃってなった時に、なんかこういうの来るかなと思って、3連単でこちらの3007で、はい、1個、予想させていただきました。あとはちょっと競争得点をちょっと今回は、着目して、1番の本間選手が、今季得点が、72.11 でちょっと調子が普段よりいいのかなっていう印象があったので、1着に、入れてさせていただいて、で、本命の佐々木選手、あとは4番の門口選手、6番の加賀美選手を2着に、した2車単を、いただきました。おはい、16になると101倍、おでも13安くしても13でも 63.1 倍、おおおね、楽しみです。はい、じゃあ次はまいこさん、はい、じゃじゃん、こちらです。まあ、今回ちょっとカチコチのレースになるのかなと思って、ちょっと3連単に足を踏み入れてみました。はい、371と、もう佐々木選手は硬いだろうと思って、この2車単で3000いきました。で、それでもしかして佐々木選手が絡まないパターンが来たらということで、3の絡まない3連複で145で、これはちょっとオッズの人気順で一番高かった3の絡まない3連複で、そうで入れてみました。どうなるかな、わからないね。どうですか先生、どうですか。いや、いいと思います、本当になかなか、145の3複でもまあ 16.3 倍、はい、ね、狙ってる方も多いですよね。はい、ではじゃあ先生、はい、はい、そうですね、僕もまあ佐々木の頭はね、あれで、はい、ちょっとひねったぐらいですね。あ、出かけました。正直ね、っていうか、うん、もう正直ね、手とたあれですけど、まあ負けない、佐々木は負けないんでね、あと2着と3着誰かなっていうところで、
ちょっとまあね、普通なら3-7なんでしょうけどね、ちょっとね、上見選手がね、昨日なんか最後こう、溜めて、ね、足溜めて、外、ビューンっていい感じで来てたんでね、ちょっと、上見選手が、まあそんな無理にね、こう仕掛けないで、こう足溜められる展開だったらね、まだ昨日みたいに来る、初日みたいに来るのがあるのかなと思ってたけど、3-6前、3-6っていう感じで、まあ、ちょっと、ちょいひねり射撃って感じで、まあ、頭は佐々木選手に、うん、ちょっと負けないでしょうっていうところでね、はい、もう 3-7 くらったらね、しょうがないかな。そうですね、まあ、3-7-6はね、3-7-6は、まあ、それでも多分3-7-6でも多分ちょっとは思いますよね。はい、全然な進みました。はい、はい、で皆さん佐々木選手が軸に、はい、瀬戸さんだけ、私はもう3着で穴目を狙うなら、はい、でも2着にね、3もこう、いいです。だって長谷川記者さんのやつももうほとんど満車券ですもんね。あ、そうですね、満多いですね、確かに。364だと240倍、もうね、自力の3社が並ぶと、いいですね。はい、ではどうなるかレースを見てみましょう。出走です。はい、じゃあ関東門から選手入場してきました。プレス A 級チャレンジ準決勝戦ですね。アイワ絞りカップ、プレス始まりです。ドキドキする、ね、レースの時って本当にドキドキする。ちゃんと勉強をして新聞を見て、ね、あの予想をちゃんとしたの、なんか意外と初めてじゃないけど、こうなんかこうなんかね、一回ね、初めてな感覚で、それもちょっとドキドキにつながってるかも。ここで2着に入ると準決勝に進める、決勝に。3着は1人しか進めなくて、そう、2着になると2着権利で決勝にそのまま行けるんでね。ドキドキだ。マイチーさんが狙ってた、さっきの藤原選手を、7番、でもみんなが軸にしてるのは3番の佐々木選手、知ってますよ、頑張れ。お、気合が、川口選手、おお、始まった、おお、おお、川口選手が、やっぱ早いですね、門口選手スタート、うん、15回あるんで、スタートが、マイプもスタート行きたいな、自分が選手だった、スタート行きたいな、一番最初不安になっちゃう、あ、確かに。ここで佐々木選手は候補、そうですね、やっぱ大丈夫ですね、ここから、難関勢にが前を取って、中団が関東勢、後方が九州、ここも九州で、後方が北日本だ、北日本、動き出した来た、お、一緒に、さっき奈美さんが言ってた、あ、突っ張るかな、突っ張っちゃう、あ、突っ張った、あ、突っ張ったけど、あ、でもそこで踏み寄らないで、あ、待って、ちょっと待って、ゆるい、あ、待って、あれ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 、そこで競り合う、いける、おい、おい、嘘でしょ、あれ、
今ジャンが鳴って私が言ったそのあれにはなったけど、うんうん、そうですね、ちょっと3番もちょっと中途半端でしたね、なんかすごい位置に、どうなるどうするどうする、来るよ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 、来たよ来たよ来たよ、おー、高見さん行かないんだ、高見さん、あー中からの時点ではちょっとうんっていう感じでね、ちょっと佐々木選手もこのなんか内から3番手を取りに行っちゃったんで、ちょっと包まれる形で、で1番の人にこう押し込まれてゆっくり下げる形、まあ、組み立てとしてはっきり言っても失敗ですよね、これ、まあ、褒められたレースではないんですけど、まあそれでも、ね、6番手でもちょっとやっぱりこのクラスで足が結構違う感じで、まあ、4番もね、こう後ろ見ながら踏んでるんですけど、もう押しかけた瞬間、もうね、一気にここら辺まで来ちゃってるんでね、もう、藤原選手もよくついてきましたよね、3番、7番で、もうこの時点でね、2人で確定かなっていう感じ、あとはまあ、鏡選手がね、頑張ってまくってきてで、なんとかね、もう前2人が独走で、鏡選手が3着ということで。まあね、一番西畑一番に来たらね、かなりついたいい配当の3連投でしたね、はい、そうですね、結構鏡選手をね狙ってるっていうのが少なかったのかもしれないですね、3連投やっぱ20番成績見るとね、ちょっと買いにくいのかなっていう感じですけどね、はい、すごい、あそこで藤原選手もかわせるのかなと思ったけど、やっぱ佐々木選手のスピードが全然違うんですね、ちょっと違いましたね、はい、温かくおめでとうございます、ありがとうございます、ではここで本日のレース、はいはい、私たちの予想は終了しましたが、はい、皆さんどうでしたか、まずみなとちゃん、はい、この見方、全く分からなかったので、私はなのでなんかこういう連帯数とか、そういうのも教えてもらってちょっと見れるようになったので、次からもっと頑張って当たってほしいなって思います、はい、次はもっと当てたいね、当てたいですね、ショタン当たるのが当たるって知ったから、うん、そうです、はい、ショタンもいい時いいの、そうですよね、たまに3連単より2ショタンの方がいい時も、本当にたまにあんだ、そうなんですね、そういいですよ、おすすめです、はい、はい、ではマイティちゃん、あ、はい、いや本当改めてこ の新聞の見方を教えていただいて、で初めてこの新聞をもとに予想させて、ね、今回いただいて、でもう本当自分が知らない情報とかがなんとなくでちょっと今までは正直見てたんだなっていうのを感じて、で今回いろいろ教えてもらった中で、あ、ここも見た方がいいんだみたいなのをたくさん知れたので、それをもとに今後もちょっと予想に生かしていけたらいいなと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、はい、そしてまいぽさん、はい、とっても楽しかったです、ありがとうございますで、いつも予想するときオッズばかりをね見てたんですけども、今日はこの青木さんのこの情報の見方を教えてもらって、そしてなんといってもこの予想ですね、ここにここを信じることっていうことを今日学びましたので、これから青木さんも手放せない存在になりました、これからもよろしくお願いします、ラインがここで結束しました、結束ですね、はい、どうですか、はい、やっぱ最後にこの信じる力っていうのをなんかいい話されてもらったので、はい、それはなんか大事だなと思って、
なんかね、自分で考えてこうひねくれちゃってるところもあるけど、ちょっと初心に帰ってこういうのもね、ちゃんと僕自身もちょっとね、はい、見ながらやっていきたいなと思いました。はい、やっぱどうしてもこう経理をしていくとこう本当に展開通りのことを考えちゃいますよね。そうですね、その本性とかも、はい、自分で全部作っちゃって。そうですね、はい、ね、撮りまくりではすごい YouTube の方もこれからもロケをしたり、はい、いろいろとね撮影したりしていきますので、ぜひ皆さんこれからも引き続き撮りまくりよろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、ではこの辺で皆さんどうやって締めるんですか。まだもう決めてなかったですもんね。決めてないです。はい。